子映らない。あ、映んない。嘘。カーテンより背高いんだ。ちょっと下げていいかな。ギリギリ。これくらいか。はい、皆さん、こんにちは。ナノマグマのナノです。今回はですね、変顔嬢ちゃんが言ったので、やりたいなと思ったので、やってみます。ですね、うちにある冬服を半分くらい持ってきました。冬服なんですけど。半分くらい持ってきたんで、下は3枚だけ持ってきました。まだいっぱいあるんですけど、まあ、私が好きなやつ3つだけ持ってきたんで、今日はいっぱい服着て、髪の毛もね、やって、なんかモデルさん気分ね、なってみたいと思います。まず1着目はですね、あれですね、あの、うまるちゃんの踊ってみたら着てた服です。はい、おお。はい、次いきます。はい、次はこんな感じで、ちょっと下がガラガラかもしれないんですけどね、ちょっと頭の方はキャリーちゃんっぽくしてみました。ファッションモンスターのキャリーちゃんみたいな感じでね。これはね、よく踊ってみたら着てるね。最近のやつです。これよくなんか遠くから見たら白鳥見えるってよく友達から言われるんですけど、まあ、近くで見たら分かる通りウサギです。はい、これね、さ後ろフードがついてる。ちなみにこの服はウィゴで買いました。なにこれ、耳じゃん。積み木っぽいですね。これインした方が多分いいと思います。外に出してもまあありだとは思います。フードかぶるのしかないかもしれないですけどね。はい、こんな感じでした。さっきやった忘れてたんですけど、これですね、面白いじゃないですか。フロリダって書いてあります。フロリダツですね。はい、次レッツゴー。次はこれです。スカートは変えてないですね、さっきと同じね、うさぎさんで。髪型はエイタソヘアです。で、上なんですけど、これウィゴで買ったんですけど、上ですね、短いんで、これはスカートを少しちょっと上げて、夏用なんですよ、しかも。はい、で、ここ見てください、透けてますからね。渋谷ジャパンみたいな。オルタナチャンネルの渋谷ジャパンですみたいな感じですね。はい、ほんとこんな感じで透けてます。はい、次レッツゴー。はい、次はですね、こちらのウィゴリーチャンネルで買って、このスカート今すごくね、ちょっと私気に入ってるんですけど、これはあれです、109? はじめ社長が看板だと思います。あれのところの中にニコルンとかダブタローズちゃんとかが来てるところで買いました。ポップティーンっぽい感じですね。ラブリー系のところでした。これね、よくね、その1年生とかこう通るじゃないですか。うわ、すごい、食べ物いっぱいあるぞって言ったらですね、こうなってます。まずソフトクリーム、これ美味しそうに見えますか。これ目ですよ。まあ、アイスクリームとかね、これはね、冬物ですね。なんかモコモコしてます。で、これからちょっとあのツインテールずっとやってきます。さっきまでは私コロコ帰ってたんですけど、結ぶの面倒くさくなったんで。はい、こんな感じです。スカートって回るとこうヒラヒラってなるのはウサギです。これちょっと回ってみようか。